みなさんごきげんよう、デジマクッキングのチャーです。今日は定番の春の旬野菜レシピ、わらびとたけのこの中華炒めを紹介します。山菜わらび 260g 用意して、たっぷりの水で軽くもみ洗いをし、表面についている土やゴミを落としておいてください。わらびは根元の硬い部分や痛みがある部分を切り落としてください。鍋の水 1.5L を沸騰させたら、火を止めて、重曹大さじ1を入れてください。少し冷まして粗熱を取ったら、わらびを加えてください。わらび全体をお湯に浸すようにしたら、そのまま6から8時間ほど置いてください。一晩浸したわらびを一度水洗いしたら、水気を切って横半分に切り分けてください。穂先がついてる部分はそのまま使って、茎の部分は用紙で刺して、繊維に沿って2等分に裂いておいてください。また、細切りにした生姜 15g と唐辛子 2g 用意してください。あらかじめ水にしたタケノコ 350g 用意して、薄いスライスにしてから重ねて並べて、さらに端から細切りにしておいてください。鍋の油を中火で熱したら、生姜と唐辛子を入れて、香りが立つまで炒めたら、わらびとタケノコを加えて炒めてください。全体をほぐしながら、油が馴染むように炒め合わせたら、その中に醤油大さじ 1.5、砂糖小さじ 0.5、塩小さじ 0.5 をかけてください。全体を味がよく馴染むように炒め合わせたら、水溶き片栗粉を少しかけてください。とろみがついてくるまで炒め合わせたら、ごま油小さじ1を回しかけて火から下ろしてください。春の旬野菜であるわらびとたけのこを簡単な味付けで中華風炒め物にすることで、わらびのスルスルした食感とたけのこのシャキシャキした食感が同時に味わえます。生姜と唐辛子の香辛料で一層華やかな香りになり、ご飯が進みます。この時期にぜひ味わってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。